運輸省は2001年1月5日まで存在した陸海空の運輸行政のほか海上保安、鉄道、気象等に関する行政を取り扱う日本の中央省庁である。運輸省の直接の前身は鉄道省であるがそれ以外の分野については他省庁からの寄せ集めであった。航空や海運は低新省、港湾局は内務省土木局系。 気象庁は、文部省から、それぞれ来ている。1945年5月19日、運輸通信省の外局の通信員を内閣所轄の停身員として分離させたことに伴い、運輸通信省が運輸省に改装。1949年6月1日、国有鉄道特別会計により、国有鉄道運営を所管する鉄道総局を、 運輸省の外郭団体として新たに設立された公共企業体日本国有鉄道に移管。1991年6月内部部局の再編成。運輸審議官を設置。運輸政策局に政策推進機能を集中し、鉄道局、自動車交通局及び会場交通局を設置。大臣官房国有鉄道改革推進部、国際運輸、観光局。 地域交通局及び貨物流通局を廃止。2001年1月6日、中央省庁再編の実施に伴い建設省、国土庁、北海道開発庁と統合して、国土交通省を設置した。内部部局施設等機関地方、支分部局外局過去には、海上保安庁などがあったが、すべての機関は、国土交通省の外局として再編される。 1949年6月1日に運輸時間から運輸事務時間に解消。ありがとうございます。